サムダイドカーン、イエーイ。ランランの大国うららにございます。ランランの桃です。よろしくどうぞ。はい、今回は桃の命もやしまつげ棒もメイク紹介。私まつげしてないんですけど、まつエクとかまつパとかでもお金ね、できるだけ安くしてまつげボーボーにする方法をずっと企んでたんですけど、ある程度形になったのでみんなに教えちゃいます。いいんですか？ダメです。どっちですか？これ今私のこれが自まつげです。これ今ね、これ何も塗ってません。これこれで、もう早速塗っていきたいと思います。まずは下まつげ。下まつげ大事。このアイプッチ、アイプッチというね、これは奥二重の子でも、まつげがめっちゃ上がりますいう話です。下まつげも命燃やして、はい、挟む。うわ、ようやるわ。うわ、怖い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 。時計仕掛けのオレンジみたいなやつ。全然違う、こうなってる今。うん、全然違うんですよ。でこれをまず両目にしっかりやります。まつげ下地使います。これキャンメイク東京クイックラッシュ、これ、カーラーです。これ安い、めっちゃ安い。でも大丈夫、これしっかりしてる。これ塗る、とりあえず塗る、まんべんなく塗る。この液体がなダマにならへんようにうまいこと広げんねやな。分かったか？なこれな、あ、これ、そうや、これ、これ、おう、うん、分かったか？分かった。ちなみに、こいつの特性で言えばですけど、カール重視でございます。ほんまにカール5つ星って感じ。そう、ほんまにカールをキープする。で、ってこう、待っときます。待ってる間に、上まつげしていきたいと思います。ギュッと挟んで、まあ、ももはあんまりこうね、奥二重やからこうやりすぎひん。こうなんか、こうやりすぎたら、こう、奥二重のことで多分まぶた刺さんねん。はい。あんまや。はい、しっかり、しっかりもう真横に。上がった上がった。これだけでだいぶちゃうな。ほら、これ、見て。ほら、わかるわかる。今、めっちゃわかるわ。なん、はい。私、横側まみしたらいいね。まあ、ももはどちらかというと、こう、バンバンって感じやな。こうよりも、バンなんか、こう、やんってなんねん。っていうより、あってこう、はぁってやった方が、カールキープはしてくれるから、長く見える。この分さ、距離使ってるわけやん。じゃなくて、こう、バーンっていった方が、それは長なるやん。わかる？意味わかる？意味わかる？こうさ、こうウェーブ作ってんのとさ、こうやってんだったらさ、長さ違うやん。いい感じつけるわ。だからもう、バーンってやって、できるだけ長さ稼ぎます。もう今日はもう、長さ出しやからね。で、また同じものこれ使いますね。で、その時に本当に大事なのが、根元の、ここの、ここ。ここをわかるわかる、ブロック。ここがこうなっていきますからね。ここをもうギチギチにブロックします。もう毛先とかはもうニョンニョンニョンでいいね。もうここにもゴリゴリ塗ってください。このここ根元です。このここの根元に命かけて、ちゃんと一本一本、お前ら一本一本ちゃんと生きろって感じで、現代の感じでやってくださいね。桃太郎5人みたいな感じのニュアンスですね。一人一人がしっかり、そう、今あれやん、お遊戯会とかで桃太郎5人とかでお芝居しはんねん。そうなの？そうやで、一人じゃない？そうやで、私の息子はなんで主人公やないねんとか言うてね、桃太郎5人とかでな、旅しようねん。だからその感じや。だからな、ほら、セパレートになってる。セパレートです。そう、セパレート。はい、こっちもね、変わらずやっていきます。はい、はい、今これで仕込み終わりました。はい、料理上手は仕込み上手って言いますからね。仕込みをしっかりしましょう。そうなん言うねん。いや、言わんよ。聞いたことない。ないな。今から、マスカラをね、塗っていくんですけども、私はね、もう、オランのね、ためにですね、2つ、使い比べをしました。ありがとうございます。もう、マスカラの王、マスカラクイーンといえばですね、
マスカラクイーンといえばヒロインメイクでございます。そして今回はですね、ヒロインメイクロング&カールマスカラスーパーというのをね、そしてヒロインメイクのボリュームカールマスカラ、だからこっちはロング、こっちはマスカラこっちがボリュームでございます、はい、これもうぶっちゃけ言います、比べました、マジでロングでなんとかなる。あ、やっぱそうなんや。なる。ボリュームは一本一本は太くなるけど、やっぱ長さがあんまりやっぱな。これはめっちゃいい研究、うん、だからみんな今すぐロングにして OK、 ロングバージョンでいい。これはもともとまつげボーボーの子がやるやつやわ。私らまつげ庶民はこっちのロングでいい。ロングを二度付けでいこう、みんな OK。もう一度付けでもだいぶ違う。見て、位置付けでこれだけ違うよ。ほら。まや、ヒロインやわ。ヒロインや、私はヒロインや。なあ。I am ヒロイン。ほら、見てください。もう全然違うんじゃないでしょうか。あ、すごい。めっちゃ綺麗綺麗。めっちゃ綺麗な。なんか倖田來未みたいな。ヒロインメイクのあの漆黒ブラックがやっぱりがっつり黒が出るから、はいはいはい、やっぱ綺麗に発色する。そうやな、黒界のもう一個黒やもんな。ちなみに漆黒やから、ももの髪の毛のカラーも漆黒っていうのでやってもらって。あ、私もよ。 あなたも。女は黙って黒って感じで、女は黙って漆黒ブラック。はい、どうでしょうか、できましたでございます。おい、もう全然違うで。一本一本がやっぱ繊細やね。一本一本、これやっぱもう最初のこの下地です、うん、もう下地も大事でございます。やっぱダマにならないように一本一本綺麗にやってください。これちなみにですね、スーパーウォータープルーフです。なんであのお湯で落ちひんやつ、お湯でほんまに落ちひんから、リムバー、これもキャンメイクで売ってるんで、これ買ってください。じゃないともう無理です、ほんまに無理です。入れ墨ほぼ入れ墨です、ほんまに。まつげタトゥー、まつげタトゥーやってるからこっちは自分の体がそのまま洗濯機に入れられても多分ここだけ残ってるもん皆さん、どうでしたでしょうか、今回のもものまつげ、まつげ伸ばし、まつげ伸ばし、ごめんなさい。最後にここにこちょんってこちらをつけてあげることで、きれいきれい、あのあ、すごい、はい、すごいこう可愛くなりますよね。ブラックピンクみたい。ブラックピンク、そんなんじゃない、ちょっとほんまに。え、見たことある、ブラックピンクやって、ブラックピンク、ブラックピンクえ、みんな可愛い子やろ、みんな可愛い、ブラックピンク、そんなやつってってなことで、皆さんチャンネル登録、そして、グッドボタンお願いしますってなことで、ごきげんよう、ブラックピンク。